します。はい、今ね、スシローに来て、今デザートまで来ました。2個一緒に食べるっていう、なんていう贅沢食い。美味しいですか？大丈夫？テンションが変なんだけど。取り乱しました。美味しすぎて天国まで登ってしまいました。ねえ、そんなキャラで大丈夫？やっとだゆきも。ついにこちらを。ねえ、またすごいことになるよ。もう一個来たもん。どっちがいい？え、どっちでもいい。デザート3皿目。3皿食べる人珍しくない？うまーすごーい。ティラミスって久々に食べると美味しい。美味しいよね。ここにモンブランがあったらさらに良かった。まあ、モンブランね、今日モンブランのパフェもう今品切れだからね。食べたかったね。食べたかったね。次のタルト、次に大学院行かせていただきます、うん。どうですか？美味しい？これは食べなくてもわかる。うん、まほら、スプーンを振り回さない。スプーンを振り回さないでください。いいですか？ちゃんと置いて。そう、申し訳ございませんでした。キモい。ちょっとやめて。じゃないよ。もういや、じゃあ今日はこんな動画撮ってるんじゃないから。あ、そっか。今日は何ですか？今日はですね、なんと私修学旅行に行けるかもしれません。といっても、はい、12月なんですけど、今のところ感染者もどんどん抑えてられていってて、それでね、どんどん計画が進められてるんですけど、そうね、この前行けるように、多分だけど行けるようになりました。はい、あのね、この前ね、親のね、説明会もね、開催されて、はい、今のところ行ける方向で動いております。はいね、でもね、やっぱりね、それなりに厳しくて、まあ、バスの中では話さないと。もちろんそういうリクリエーションとかもしないで、映画鑑賞だそうです、常に。で、お部屋の中もマジだるいよ、極力話さない。で、マスクで寝ると。しかも寝る時もマスクを装着して寝てくださいって言われました、ね、マジだるいよ。でね、それ質問、それ説明された時にお風呂はって聞いたの、うん、お風呂はさすがに取ってください。さすがにお風呂は取らないとダメでしょう。でも、もう喋ってる暇ないぐらい、多分ゆっくり入る時間はないから、あ、そんなもんでしょう。それ喋るでしょ。何で喋っちゃう。うわ、露天風呂最高。露天風呂なの？露天らしい。マジ？でも騒いじゃダメだよ。露天っていうか、お風呂は大きいらしい。そうなんだ。そう、でも一応ね、あの、そう、貸し切りなんですよ、ありがたいことに。だから、まあ、そこまでね、他の人たちと交流する心配もなく、まあ、広々と、部屋もあの通常8人とか9人部屋なんですけど、4人だね、4人から5人、3人か4人っていうね、少人数で寝るそうなので、本当ちょっと安心で、で常に部屋は空気清浄機が回ってるそうなので、はい、まあ皆さんどこ行くかまだ聞いてなかったでしょ。日光に行きます。まあ大体岩猿、三河猿、でも大体関東地方ってさ、日光じゃないだよね、うん、三猿。そう、ちゃんとね、お小遣い持って、お土産も買う時間もあって、うん、ただご飯がやっぱね、正面向いてひたすら無言で食べる状態なのはしょうがない、ね。江戸村行くんだけど、うん、なんかね、うん、昔は食べ歩きだったらしいの。そうね、ニクラが決めて、うん、今年はみんなでカレーを前向きながら黙々食べる。そうね、みんなでワイワイ食べ歩きをしてたところを、今年はカレーと、みんなで、しかも無言。まあしょうがないよね、行けるだけ、もうほんとそこはね、ポジティブに行けるだけいいって思わないとダメだね。まあ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 、
お化け屋敷やるらしいの。お化け屋敷？先生の下見の時に写真があったけど、うん、お化け屋敷あるらしい。入るのそれ？だから入る人は入る。あ、行動班で好きな入りたい人は入るみたいな。うん、いいじゃん。男女だからね。ね。しーちゃんの場合は。何、声が芽生えちゃったり。だって声が芽生える場合もあるよね、そりゃ。しーちゃんの班は女2人、男3人でしょ。ゲハとかいてくっついちゃうとか。どうですか、目星。これがリードしてくれなかったら、ゲメだよ。リードリードしてくれるきゃって、リードしてもらうの。あ、大丈夫だよ、俺がいるよ、みたいな。リード、なんか前に行って、私たちは、ああ、ぐって固まって、後ろからついてくぐらい。なるほど。男子がもう男らしく行って、女子がキャーキャー言いながらついていく。私も先行けよって言われたら、幻滅だよ。そうね、そこで幻滅するかしないかだよね。だからもう、行ってくれるのが前提で、うん、そこから、あ、女の子が一人いるんだけど、うん、でもその子の、一緒にいる女の子の性格にもよるよね。その子がすごいさ、好奇心旺盛でさ、活発だったらさ、もうグイグイ行っちゃうかもしれないじゃん。私たち行こうみたいな。あまあ、これは行ってみないとわかんないけどね。わかんない。まあ、ということで、一応ね、今のところ、多分行ける、このまま行けば、まあ、多分行けるだろうということで、今ね、準備にしてます。この前ね、パジャマ買ったんだよね。今度紹介しますね。結構ね、パジャマはやっぱり家のだともう、なんていうの、毛玉がいっぱいついてボロボロだから、さすがにちょっとパジャマだけは新しく買おうってずっと言ってて、でこの前買ったのでね、また別の動画でね、紹介したいと思います。今のパジャマの現状言っていい？うん、上、うん、トレーナーは、うん、歯磨き粉がついてたり。それ落ちるでしょ、洗濯したら。それ歯磨き粉つけたり、うん、醤油つけたりしたやつを洗って使ってるやつなんで、うん、ゲージ汚いんですね。で、下のラインパンツは穴が開いてるんですよ。そうなんだ。エラがボロボロに、なんと穴まで開いちゃってるんですね。そっか、こりゃもう大変だと。新しいの買わせていただきました。じゃあね、今ね、準備してるのでね、まあ、その辺もね、落ちを、あの動画にできたらしていきたいと思います。はい、ということで今日はね、ご飯を食べながらちょっと修学旅行について語ってみました。これで行けなくなりましたって言ったら悲しすぎるけどね、うん、とりあえず今のところね、行けます。はい、バイバイ。バイバーイ。